皆さんこんにちは、エペボーチャンネルです。いつもエペボーへの特攻、エペボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回はこちら、あのウィルコー・ジョンソンさんがですね、11月21日にご自宅で逝去されたということでね、公式ツイッターに載ってですね、世界中のあのジミー・ペイジさんまでですね、ツイートされて哀悼の意がですね、いろんなミュージシャンから出されておりまして、ペボジさんもそれを知ってですね、もう帰り泣きながら帰りましたですけどもね、ドクター・フィルグッドのギタリストとしてですね、もう一躍有名になった、もうギターヒーローですね、プロからもリスペクトされるギタリストということで、あのテレキャス、ピックガードが赤いテレキャス、そしてカールコード、そしてエフェクターを使わずにアンプ直挿しということで、アンプの方は HH エレクトロニクスというなんかイギリスのブランドらしいんですよね。で、あのマーク・ボラン、 T-Rex のねマーク・ボランが使っていて、とても有名ですけども、ウィルコ・ジョンソンのサウンドもこのアンプということで、しかもこちらはですね、真空アンプじゃなくて、トランジスタアンプなんですよね。JC120 が出る、全然前からですね、こういうアンプがあったっていうのはとってもね驚きで、コンプレッサーガチガチにかけてんのかなと思うようなサウンドでしたけれどもね、いろんなツイートとかね、当時の写真に出てくるように足元に何もエフェクターなくてアンプ直挿し、そして、ピックなしでね、あのカッティングということで、とても素晴らしい音、皆様方もこれを機会にね、ぜひともアルバムなどね、あと YouTube などご覧になっていただきたいなというふうに思います。ペボーイさんもいつかエフェクターなしであんな音出せるようになりたいなという、今でもギターヒーロー、尊敬しております。安らかにお眠りください。奥さんと一緒にね、奥さんと会えましたでしょうか。ということで今日はちょっと、追悼の、ペボーチャンネルでした。ありがとうございました。ギター皆さん弾いてまいりましょう。ありがとうございました。